ドゾルです。はい、ということで本日もこちらクラロワリーガーチャン2019お送りしていきたいと思います。さあということで、今日はね、昨日行われたプレイオフの2試合目ですかね、ファブゲーミング VS OPGG スポーツの対決を、お送りしていきたいなと思います。ファブにとってはこれを勝つと、世界一決定戦ね、かなり、近づけるというところで本当に大事な一戦、ここ負けると勝つとではね、世界一決定戦いける可能性がぐっと変わりますので、そういった意味ではもうなんとか勝ちたい、一戦でした。ファブはもう本当2-on-2が強くて、ケンツミス北シャンペアがね、9割以上の、確率で2-on-2勝ってくれて、ジャック選手にバトンを渡すと、そしてやってきました、対戦相手エクスボマスタス選手。エクスボマスタス選手もね、一時期調子悪かったんですが、もう終盤はかなり仕上がっていて、勝率も非常に高いと、いうところでね、今回このジャック選手とエクスボマスタス選手、この2人の対決ね、いつ見ても本当にすごいんですよね、というところで、今回も名勝負ご覧ください。どうぞ。さあ、ジャック選手、コウモリからのスタート。そしてエクスボマスター選手は先ほどライン選手と戦った時のように受けからのスタートになるか。今回ゴブオレが流行っている理由としては、ウォールブレーカーを簡単に受けることができて、かつそこにリベンジゴブリンを打たすことができるので、それの採用が高まっています。さあ、一気にユニット2体分の処理、2枚分の処理というところがゴブリンの折りだけで済みます。かなりジャック選手としては高回転でウォールブレーカーを回していくデッキとなっているので、バルキリアローリングバーバリアンが持っていないときに出したい印象が強いです。そういう意味ではエクスボマスター選手がカウンターデッキとしてこのウォールブレーカーに機能しそうなデッキリストになっています。ここはビビドラゴン投げ取ってきました。さあ、うまくダメージ一発入らない。そしてカウンターのスケルトンラッシュ。今回の呪文が気になるんですけれども、マジックアーチャーでとりあえず防衛していきます。ここはほとんどダメージ入れずに防衛ができました。エクスボマスター選手のデッキは雪玉かザップがないとこのコウモリが処理しにくいので、トルネードを攻めで使っていく必要があります。そういったところはジャック選手も100も承知でしょう。これローリングバーバリアンを咲かせたので、ウォールブレーカーチャンスです。こういうタイミングを狙っていきたいということですよね。そうですね。さあ、このタイミングです。さあ、ここにトルネードを使わせて、そうするとこのディガーが止まりません。さあ、ジャック選手いい循環に入っています。ここまではジャック選手が圧倒的有利な立ち回りを見せている。かなりスケルトンラッシュに対しても高回転で回していけるので処理がしやすいです。さあ、ウォールブレーカーは攻めの主軸にしなくていいというところが見えています。ここは逆サイドを攻めることによってトルネードを探せます。でスケルトンラッシュの防衛をしやすくします。ここもうまいですね。そうですね。しかし大ダメージ入ってきました。さあ、こうなってくるとわからないのが試合の詰めの段階です。さあ、一気にここは大きな攻め。そこはマジックアーチャーかなり残っているのでダメージ期待できそうです。さあ、角度的にはここマジックアーチャー入らなかったんですが、2枚目以降がどうなるか。左のタワーもかなり削れているので、ここからどっちを削っていくか。ちょっとディガーの出しどころさっきからうまいですね。そうですね。でここでトルネードを咲いてしまうと、このスケルトンラッシュのコウモリが止まらなくなってしまいます。さあ、ジャック選手としてもエクスボマスター選手の動きを完封する形をとっています。さあ、ポイズンがここで組み合わさって、ただローリングッドを間に合いました。さあ、ここお互いダメージがほぼ同じ状態なので、どっちが決めきるか。さあ、マジックアーチャー、ここもたまにはダメージ入っているんですが、トルネード素晴らしい活躍を見せています。先ほどからアイスウィザードの一発一発が痛いです。さあ、ここはディガーこの位置です。そしてウォールブレーカー、ここにはバルキリー間に合う。さあ、ここで5コストたまるので、どこかにスケルトンラッシュを打ってくるのか。いや、マジカチャ入っています。さあ、マジカチャどちらも入っている。ディガーのダメージ、さあこれはどうだね。一発入って、もう一発、
素晴らしい削り見せました、ジャック選手。大きな違いがあります。ここで勝利したチームはウィナーブラケット決勝戦で待つことができます。グループ2です。さあここはエクスボマスター選手ローリングウッドを吹かさせるようなボールブレイカーデッキです。さあ先ほどもこのデッキチャレンジしましたが、ここではうまく通し切ることができるか。さあキングに入らない。ここはローリングウッドも使っていったんですけれども、サイレクスアドバンテージが半端ないです。さあファルチェ、これはいい選択。さあファルチェ今のファイアボールでうまくかわして、インフェルノドラゴンのダメージ入りましたがファルチェ生存しました。インドラがミリ残っていなかったらポイズンを打つ必要がなかったので、ここはかなり厳しいポイズンです。さあ先ほどのトルネードからエクスボマスター選手苦しい展開が続いています。しかし今回ディガー採用というところでラボの形を作って、裏にファルチェの裏にディガーを飛ばすことによって処理が可能です。さあこのディガーの使い方はポイントになってきそうです。残り1分切るとジャック選手は16級なのでどんどん展開できるというところで、ここからが注目ですね。逆にエクスボマスター選手はディガー、そしてウォールブレイカー、この2枚看板がなかなか通しきれないという状況になっています。どのように構築していくでしょうか。今回先にファルチェを出すことによって2周目のファルチェをまた高回転で回すことも可能です。なんとかファルチェトルネード時間を作りたいところなんですが、ちょっとジャック選手もここそうですね、ディガー使ってしまったので次のカウンターですね。さあ今ちょっとやらかしたかという表情もジャック選手から見られました。珍しい表情が見られました。そしてまたファルチェが回っているのでラバーハウンドと同サイドに出されてしまうと防衛されてしまいます。さあここはあえて見てからラバー出していきました。逆サイドのウォールブレイカーもかなりピンチなタイミング。ここはダメージ強いよ。そうですね、ここで決めきるという思いが強いです。さあ、あのファルチェ、さあ2周目から3周目につながります。さあこのファイヤーボールとディガーの出し位置完璧。このラバのダメージはかなり大きく入りそうか。しかしファルチェがいません。さあなんとか防衛続けますが、インフェルノドラゴンジャック選手がガッツポーズ。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやもうどんだけうまいんやと。最後のシーンもね、あこのねこのポーズでございます。はい、勝利ポーズいや最後のシーンもあそこ、ラバウンドがこうやって来るじゃないですか。でラバに対してはもちろんファルチェが来るんですが、このファルチェに対してファイボでディガー側に寄せてディガー2発プラスファイボザップで、ファルチェをやっつけてるんですよね。でこれファイボザップじゃもちろんファルチェって落ちないので、この呪文2発プラスディガー2発っていうのがきっちり相手がトルネード打つギリギリ手前で間に合っていくと、でそれが、決まっていくみたいな。いやこれはほんとうますぎますよ、ほんとジャック先生これで、ね、ファバねプレーオフも、2連勝で次の試合勝てば、世界大会への進出が決定するというところでね、来週のファブの戦いも本当に楽しみですね。さらには、来週の戦いファブもし1回負けたとしても、もう1回チャンスがあります。もし負けた場合はキングオブザヒルになって、いきなりキングオブザヒルですね、いきなりキングオブザヒル でそのキングオブザヒルで負けたら、世界大会いけないんですけれども、2回チャンスがあるっていう意味では、まあ、今一番世界大会に近いチームといっても過言ではない、このファブゲーミングでございます。いやこの2オン2のね、ケンツ・キタッシャンペア、そして1オン1の、ジャック選手、そして、もうダニ・パイセンが、控えているっていうところではね、もう4人でよく、こんな、こう、完成度できるなっていうのはもう、ほんと不思議でならないんですが、プレイオフの結果、こんな感じになりました。来週行われるのが、下の、この敗者復活戦のところですね。土曜日はキックス VS ポノス。で、勝った方が、サンドボックスと戦って、勝った方が OGN と戦って、最後、世界大会行けるチームが決まると。
で右の方は、ケイオスよりバーサスドラゴン X で勝った方が、OPGG スポーツで勝った方がファブと戦って、それで勝った方が、世界大会行けるというところで、アジアからは2チーム行けるので、まあ、決勝戦まで、駒を進めることができれば、世界大会は行けるんですよね、といったところで、今週終わりまして来週再来週もね、非常に楽しみなこちらクラロワリーガアジアですが、いやもう本当にすごいものをたくさん見せてもらってね、もう本当に毎日っていうかプレーオフがまた楽しみで仕方ないんですけれども、来週の試合もねぜひ皆さん生放送でご覧いただければなと思います。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。